はい、皆さん、こんにちは。かずえちゃんです。かずえちゃんね、今、福井駅に来てます。今日ね、実はね、福井を代表する YouTuber のかずちゃんの公開ラジオ生放送がね、福井駅であるので、それを見に来ました。それではね、ちょっと、今ね、福井雨が降ってるんですけれども、もう始まってるみたいなのでね、早速、行ってきます。はい、行こう。Let's go!あそこじゃない？あ、いたいた。きっといる。はい、カズちゃんいました。カズちゃん、もう始まってる。もう始まってる。もう始まってる。はい、カズちゃんがいました。つい日本語で育てられてる。はずなんですよ。すごいイメージですね。はい、そんなイメージです。はい、ということで、じゃあ、はい、実際はどうかどうか確認していきましょう。まずは、ワンちゃん。知ってる？です。カズさんどうですか？わかりますか？ワンちゃん。ただ言ってみただけじゃないですか、それ。とりあえず言ってみただけ。どっちですか？生き物の方か。あー、ワンちゃんじゃないんですね。あ、そっちじゃないね。ワンちゃんじゃない。うん、あ、そう、ワンちゃんは使うけどね。ワンちゃん。というイントネーションで言うようですけれども、ねうん、では使うかどうか聞いてみました。分かってんの？はい、じゃあこのワンちゃんどういう意味か説明してもらいましょう。誰か、じゃあ春。はい、もう一度チャンスがある、ワンチャンスでワンちゃん、略してワンちゃんって言います。ということなんです。あ、そっちね。あ、そっちね。あ、分かってた。ワンちゃんね。ワンちゃん。分かりましたよ。ワンチャンスの略でワンちゃんなんですね。可能性は。あ、僕閉めるのこれ。今日どうでしたか？もう何にも考えてなかったよ。ただやっぱね、予想以上にみんなしっかりしてるのがいいよね。あと喋ってる時の表情が結構ね、やっぱ柔らかいから、うん、やっぱ本番でもね、頑張ってください。はい、はい、応援してます。ということで、放課後ヒーローズでは番組に参加してくれる高校生を募集しています。それでは最後に、せーの、放課後ヒーローズ。はい、今ね、かずちゃんのラジオ終わりました。なんかサインとか握手とかみんな求めてるみたいで、はい、ほらほら。大人気。はい、ここでちょっと出待ちしましょう。ありがとう。動画撮ってるの今。映っていい？ほら。はい、カズちゃんのファンです。あ、出た。はい、カズちゃん、カズちゃん、カズちゃんが、カズちゃんが来てくれた。はい、はい、カズちゃんお疲れ様。映ってるやん。映ってる、撮ってる。お疲れ。はい、どうやったラジオ。うん、ラジオどうでしたか？やばい、やっぱ頭切れるよ。1時間半。寒かったの？いや、全然、ここ暖かいだろ。何？照明？照明あれ暑いよ。どうぞ。お疲れ様でした、カズさん。お疲れした。はい、福井の大有名人でした。そうなの？はい。バイ。はい、ということでね、今日の動画はおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね。バイバイ。はい、どうぞ皆さん。